水も甘いも噛み砕き進め下克上いざここから駆け上がれ Breakout 内田優馬と斉藤相馬の最強はどっちだ決定戦皆様こんにちは。テレビアニメオリエント武蔵役の内田優馬です。そして金巻小次郎役の斉藤相馬です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらの企画では武蔵と小次郎が誓い合った夢最強の武士団結成にかけて私たち2人がさまざまな勝負の中でどちらが最強なのかを決定していきますと。はい、はい、もうかなりたくさんの対決やってまいりましたけども、はい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 、なんと今回はですね、うん、最終対決でございます。うわ、じゃあここで決まるんだ。ここで決まります。もうどっちが最強かもう気になってるところでしょうみんな。はい、そうですね。でもね、やっぱりそんな最後の対決を我々二人で終わらせるわけにはいかねえと。え、なんと今回もまさかあの無駄なヒントを出してくれる人じゃないですか。無駄なヒントを出してくれる大丈夫ですか。あの無駄なヒントを出してくれる顔と顔とフリップがうるさい子じゃなくなんとこんなスペシャルな方が来てくれています。武田直虎役日野聡さんです。いやちょっとというわけではいというわけでご紹介お願いします。武田直虎役日野聡です。やったー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん来てくれました。どうもどうも。いやー、なんというか何をしてるんですか。いや我々最強をね、武士最強の武士団をね、武蔵で作るって言ってるんで、うん、じゃあ我々2人で最強どっちかっていうのを対決しようじゃないかってやってるんですよ、うんうん。で前回ね、うん、あの前回というかこの間、うん、あの高橋りーちゃん来てくださいまして、うん、そうなんです。素敵なね、素敵なスペシャルゲストだったんですけど、うん、はい、その時はですね、あのヒントをね待機中出してくれて、うん、そうフリップだけで喋ってたんですけど、めっちゃ顔がうるさかったんですよ。いやいや、存在感が。なるほど、そっちで行った方がいいってこと。いや違う、もうね、なんかもう今すでにもうあのキャスターでうるさいっていう作業もすでになるほどね。そうね。さあ、というわけで今回ですね、なんと、はいはい、日野さんが対決のお題を出題してくださるということでですね、はい、いいんですか。いや、もうぜひお願いします。我々がどっちが最強かを。じゃあもうね、2人にぴったりの問題をね、ここに台本に載ってますから。そうです、全部言っていくスタイル。どんどんね、全部出していきますよ。どんどん出していきますよ。じゃあお願いします。よろしくお願いします。行きましょう、行きましょう。さあ、それじゃあ最終戦早速参りましょう。おお、俺もおおなのか。武士たる者、誰にも負けない男気が必要。最強の男気対決。うわ、はい、というわけで突然私日野聡が MC として最終戦にぴったりのお題をご用意いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。武田直虎と言ったら、うん、誰もがね納得の男気あふれる男、うん、ということで内田さんと斉藤さんには私が次々と質問していきます。あら、はい、どちらがより男気のある答えを言えるか、うん、という勝負をしていただきます。はいはい、より多く正しい答えを出した方が勝利。ああ、判定は私日野が独断と偏見で行います。なるほどな。じゃあ日野さんにいかに男気を感じていただくかという、うん、そうだね。なるほど、ね、日野さんにヒットさせていけばいいわけですね。そうわかりました。よっしゃ、簡単でしょうかね。どんな問題なのか、ね、どんな問題来るのよ、どんな問題だろう。よし、じゃあ読み上げていくよ。さあ、お願いします。第1問、座右の銘は。あ、はいはいはい、はい、お手元のフリップに書いてください。あ、いいぞ。はい、書けました。はい、お、決まりましたか。はい、はい、それではじゃあ発表していただきましょう。せーの、ドンドン。はい、まず私はですね、うん、なせばなる、なさねばならぬ、何事も。おお、 いいじゃないですか。やはり踏み出すことでね、やっぱりこう変えていくというかね、うん、自分の足で踏み出すことでやっぱやっていこうよっていうところでございますけども、うん、はい、相馬くんはいかがですか。死なばもろとも。おお、
全員引きずり込んでやりますよ。いやいやいや、こちら側にね。えそう、男に、俺好きなのは先手必勝だから。ちょっとでもこれはどうなんだ。これはソマ。いやいや、マジかよ、マジかよ。いいですか皆さん、なせばなる。なるですよ。本当にちょっとユーマの優しさが出ちゃって。確かに、くそ、確かにこれ俺の座右の銘書きました今。確かにすごい、あの本当にユーマくんのいい部分が、いい部分が表現されてましたけども。くそ、どんどんいくぞ、どんどん、ね、うん、こんな感じでどんどんいきますよ、はい、じゃあ第2問、もし声優以外の仕事をするならどんな男気のある仕事をしてみたい。うわ、どんな男気ですからね。いきますか。はい、お願いします。せーの、せーの、はい、私、冒険者。ああ、いいっすね。冒険者になりたいですね。はい、アドベンチャー。私は無限にフリーハグの人。ちょっと気になるな。もうだから永遠に、もうだから抱きしめてほしい人がいる限り、君を抱きしめ続けるよっていう。ちょっと面白いな。フリーハガーとしてね。男気なのかよくわかんないけれども。ね、お二人とも忘れてるかもしれないけど、俺にヒットするかだから。確かにそうですね。ヒロさん次第ですよね、これは。そうそうそう、うん、さあどうなんでしょうか。あー悩むな、こっちだ。やったー、すごい。でもね、気にはなる。フリーハガー、無限にフリーハグ。そう、俺がこの仕事をしたいかっていうとやりたくはないんだけど。見ては見て、見てみたい。そう、これでもまあ日野さん的にもしかしたらどっちも響かないっていう可能性もあるわけですね。ドローというか。そうだね、確かに。それもまあありですよね。ありです。それもあるね。いや、やばい、ね、うん、なんとかして日野さんにヒットするように頑張っていきたいと思いますが、はい、じゃあ続いていきますよ、はい、第3問、男気あふれるデートスポットといえば。そりゃもうね、いろいろあるからね、デートスポットもね。来た来た、ちなみに日野さんは来ました。出た、そんな、そう、ね、男気あふれるデートスポットでしょ。銀だこハイボール。うわー、これ正解だよ。やばい、もうこれ銀だこハイボール。うわー、ちょっと やだな、この後で言うの。この後で言うのやだな。じゃあ早速見てみましょう、どうぞ、はい、せーの、はい、どどん、ねぶた祭り。めっちゃ好きなんですよね、はい、土星。土星、どういうこと。あ、土星行っちゃうってことね。土星でもうデートしましょう。土星で、ね、土星で、土星中年。はい。ちょっと待ってくれよ、待ってくれよ。え、もうすぐ決まりました。待ってなんでよ、ヒロさんも好きだと思ったのに。じゃあ続いて第4問、はい、男気スイッチ、長押しすると何が起きますか。何これ、何これ。どうせまた来るんでしょ。違った。ちなみに日野さん来ましたよ、うん、男気スイッチをね、押し続けると何が起きるか、うん、単一になる。いや男気ね、男気。パーン、パーン。出ました、はい、出ました、よし、はい、じゃあオープン、はい、せーの、パン、パワー全開、無限フリーハグ。来たね、無限フリーハグ来たね、はい、フリーハガーでしょ、もうすでに。パワー全開っていうのはどういうこと。パワー全開、それはもうありとあらゆるパワーがこう、なんていうか、そう、おお、うえ、だから無限ってことだよね。無限です、つまり僕も無限ハグです。無限なんだ、無限フリーハグです。これはやっぱりこれ難しかったな。難しかったですね。ちょっとね、中山筋肉張りがパワーって言ってくれたらちょっと響いたけど。ハッター、パワーといえば確かに。そうだな、確かに。いや、それそういうことか。そうか、じゃあパワーだけだったら言ってたかもしれないですね。そう、言ってたかもしれない。確かに、いや、確かにな。まだまだ修行が足りないな。勉強になります。男気が。あと3問ですよ。あと3問。いけますか。はい、行きましょう、行きましょう。第5問。無人島に一つだけ持っていくなら、男気のあるものは何？それは無人島ですよ。それはそうでしょう。こういうことじゃないですか？来ねえのかい！これの方がまだね、行きやすそうな話題ですよね。来ねえのかいってね。来ねえんかいな。ちょっとね、結構スタッフさんたちもまあまあちょっと読めないとかありますけども。
なんならこの考えてる間つまむって言ってますからね。ね他の回ではつまむって言ってますから。あ、書けました。はい。よし、じゃあオープン。はい。せーの。はい。ダン。バワー。おおおお。で？ラブ。ラブ。おお。やっぱりね。必ずいや力とかはね、本当見せかけの男気だよそれは。パワー。おいいのか、本当にそれでいいのか。減点方式の可能性あるぞこれは。それでいいのか本当に。もう一回やってみよう、もう一回。パワー。はいはい。なんでだよ、なんでだよ、おい。おーおーおお。柵にはまったぞ。柵に溺れたんだが。これさ、同点だった場合どうなんだろうね。なんかもう一つあるのかな、何かこうあるんじゃないですかね。それの時は多分今その撮りながら考えてくれるみたいな。それは、今一生懸命考えてるのかもね。一生懸命考えてます。とりあえずやってみましょうか、ね、考えつく前に終わらせよう。第6問男気な行動、危機から恋人や仲間をどうやって守る。あーあー、ね、いやこれいろいろありそうですね。いろいろあるな、僕は答え出ましたよ、はい、行きました、はい、よし、じゃあオープン、はい、デデン、デデン、え？パシッ、おい、まだよ、俺のダチに手を出すな。パワー。字どうなってんだ、それをやっちゃうのか、やっぱ勢い。まあでも発想一緒ですよ、ね、僕、ね、マネー。お金の力は強いよね、うん、でもお金に負けたくはもうないよね。確かに。来たぞ。ということは。パワー。パワー。パワー。さあ最後の問題ですよ。あ、来た。ここでユーマが取れば。はい。イーブン。イーブン。うん、来ました。じゃあ大事なところですからね。はい、負けられないですね。はい。第7問。はい。男らしいと思う漢字を1文字。お。それはもう。これちょっと流れが流れが。じゃあ早速見てみましょう。オープン。はい、か力です。力と書いてパワー。サトシ、サトシです。おお、いい字だな。なんかね、これはまあやっぱりそのね、うん、あの優しさや聡明さの中にも男気っていうものがあるっていう、ね、すごくね素敵な名前だなと思うし、あとそのソウとも読めるしサトシともね読めるっていうこの幅の広さ、つまりね、包容力。その待ってください、あの下心は、あの下心は男気ないのでは。心は、じゃあもうワンチャンあげようか。もうワンチャンですか。もうワンチャンね、やってみましょうか。ちょっと待って、はい、じゃこれに勝った方が本当のね、男気がある人ということで、できました。3時のおやつといえば、え、それ待って、何をしてるんですか。え、できました、おかしいでしょ、今だって今問題言ったんだから。もう一文字書く。もう一文ですよ。もう一文字書く。もう一文字書く。三時のおやつといえば。三時のおやつといえば。え、男気。もうね、特別だよ。これポイント2ポイントあげるよ。2ポイント。2ポイント。いやいやいや。優しさの塊じゃないですか。ここに来て一番難しいやつが。ポイント。これ、ね、ポイント2ポイントを与えることによって困るのはスタッフさんなんですよ。そうです、ね。どういうことだ。同点になった場合もう一問考えなきゃいけない。三ポイントくれる？三ポイント。いやいやいや、同点にさせたくないんだ。すごい無茶苦茶な、もう無茶苦茶。俺がジャッジしていいはずなんだ。そうですよね。三時のおやつに出た出た。ちなみに日野さんはここでこういうの困らせてくるんだ。男らしいと思うね、三時のおやつ、ありますよ。味噌汁。強いな。確かに味噌汁。これは。じゃあちょっと見てみましょう。はい。オープン。せーの、はい、ドン。鶏肉。ああ。え、ペヤング。ペヤング。好き。2個食べていいです。これは。2個いっちゃいましょう。メガ盛りみたいなやつもいってもいいでしょう。いっぱい作りますよ。サラダチキン。サラダチキン。サラダチキン。あのね、ユーマとソーマの中で。俺との付き合いの長さによって俺の好みがなんとなくね、やばい、これは、うん、の理解度がちょっとね、はい、大きく出てるかもしれない。出ている、うん、あれ、やばい、ということは
でんやなんでやねん、イエーイ、なんでやねんな。ペヤングだよ、ペヤング、ペヤング。あのね、トータル的にユーマね、とってもいい人感が出てた。確かに。え、うん、鶏肉なんでしょ。よ、いくらは黙って人に刺さるなっていうんじゃなくて、うん、正しい答えですっていうのをね出してた気がする。 なんでよなんでよ。というわけで今回の 勝者は圧倒的に相馬の勝利です。イエーイ。なんてことだよ、なんてことだ。まあまあまあ本当に必ず愛が勝つということですね、最後には。はい、木野さんもぜひね、うん、あの回答者側に回答者側ね、ゆうまくんに刺さるかどうかとかだったら、あ、いいですね、また違うかも。そうだね、お願いします。基本パワーで押せるということで、うん、パワーとサラダチキンで。ちょっとパワー押しすぎちゃってる。普通のダメ出しが。なんでだよ。今夜やこんな問題を出したスタッフが悪い。やめなさい。こんな問題を出したスタッフが悪いです。まあね、そういうね、皆さんのパワーによって我々もね、はいはい、やらされているわけですけども、はい、まあ、ありがとうございます、ね、本当にね、この番組も続けてこられましたけれども、はい、ということで、うん、はい、あのカンペで、歯医者が家って書いてあります。歯医者、もう丁寧に黒字になってます。いつも色分けしてくれてんのに。さあ、というわけで、内田雄馬と斉藤相馬の最強はどっちだ決定戦、相馬くんの勝利。パワ パワー。なんとですね、しかも勝者には、うん、え、なんか来たよ、プレゼントがございます。何、私が見せていいんですか。お願いします。対決に勝利した相馬さんには、はい、鬼にかけまして、はい、選べる豪華三大和牛、つまりお肉をプレゼントいたします。でん、おー、すごい、これ結構ちゃんとしたやつですね。うん、鬼肉、うわうわ、美味しそう。じゃーん、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 すんたか、じゃーん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 、すんたかたか、すんすたんたたんたん、じゃー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 ん、え、じゃーん、じゃーん、すたんたん、すたんたたん、よりを捧げ、センキュー、肉センキュー、すんたたたんたんたん、やったぜ。いやいや、なんやねん、なんやねん、今の時間なんやったんや。日本の美食を極めた日本三大和牛よりお好きなものを選んでお楽しみいただけます。好きなもの選べるの、三大和牛で。これはもう神戸、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 松坂、神戸、神戸、米沢ということで、最高です、どれ食べても美味しいですよ、ね、いやこれは本当にありがとうございます。やくそー。いやいや、まあ悔しいな。実はですね、ゆうまくんと僕はね、うん、はい、まあ、飲みに行けてた時はね、はい、肉会という会をたまにやっていたりしまして、ね、いいじゃないですか、二人とも肉大好きなんですけども、はい、絶対にあげません。やばい、このまま俺鬼神になってしまう。そっち側になっちゃう、そっち側になっちゃう。鬼神様を守るから。いやでも本当ね、なんかいろんなこう対決をしてきたんですけども、うん、まあ、まだまだね、いろんな多分対決のアイディアありそうだから、はい、うん、まあ、もしかしたらね、この番組は続く可能性もありますから。可能性ありますよ、ね、うん、まあ、もうぜひともね、皆さんにはアニメのね、本放送とともにですね、うん、はい、ぜひ応援をよろしくお願いします。はい、はい、というわけで改めまして、テレビアニメオリエントは毎週水曜24時からテレビ東京、水曜24時30分から BS テレ東、木曜21時から ATX で放送中です。そして本日ついに最終回でございます、うん、黒曜の女神が覚醒した武蔵と小次郎継は東へ向かうんですが、そこで出会うものとは、ぜひご覧ください。さらにブルーレイシリーズが発売決定。大高先生の書き下ろし漫画など豪華特典に加え、この動画のスペシャル版も収録されます。第1巻は3月25日発売ですので、ぜひゲットしてください。さあ、というわけで今までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。テレビアニメオリエント、これからもよろしくお願いいたします。バイバーイ。